茨城県出身レディーガガです。あ、違うか、ほら滑ったじゃんよ。もうすいません皆さん、今ねマネージャーさんに変な芸を仕込まれました。改めまして、22歳、吉川優です。9時から始まった吉川優のショールームで配信してみっか、スタートです。皆さん見てくれてますか？元気ですか？みんなのさ、嘘こけとかさ、イエーイとか、本当にそういうコメントに救われてます。キカいつもありがとうございます。あ、見てく、赤のタイトスカートを履いてたわけですよ。ちょっと今絵で表す。この間ね、友達とご飯してたわけさ、ご飯してたわけよ。でさ、結構さ、久々に友達とさ、なんかいろいろはしゃいだからさ、すごいウキウキしてて、結構いろんタイトスカートなのにさ、激しい動きをしてたわけ、ずーっと。でこういうね、赤のねタイトスカート、超ピッチリなやつで、なかなかこういうの履くと足がなかなか思うように動かないんですよ。女の子ならわかると思うんですけども。で足上げた瞬間、ここがビリビリビリって、もうすごい破け方しちゃって、で挙句の果てには、これも 初めて言うんですけど、ここのさ、あのなんていうの、ホックっていうの、ホックっていうのが、ホックの金具が取れちゃって、もう大変だった。この日はタイトスカートであまり皆さんはしゃぐものではないですよ。もうね、ひどいでしょ、キッカー。で今日もさっきトイレ行って気づいたんだけど、見てここ、ここやばない？ここ、あ、ちょっとお肉見えちゃったけど、これやばいですよね。すごくないですか？あ、どうやったら治るんだろう、こういうの。あ、またダイエットしないとって、見せるの見せるのだって。まあ皆さんね、いらなくなった服は吉川優が着たらすぐ壊せるので、いらなくなって吉川優に着てほしい服、ぜひ私の事務所までお待ちしております。たくさん待ってます、そういう服、古着ね、ありがとうございます。いや本当にこれ、こういうのさ、吉川はさ、家帰って夜な夜なさ、針と糸で直すんでしょ。難しいよね。なんか刺繍とかやっててよかった、学校の頃。刺繍じゃなくて何て言うんでしたっけ、あ、裁縫はやっぱ小学校とかでやるじゃないですか、小中で。初めて役に立ったなと思うことだもん、勉強して。いや、ちょっと夜な夜な、ちょっと今日やりますわ、裁縫。刺繍じゃないね、裁縫ごめん。今日ね、そう、やっぱ今日台風来てたじゃないですか。だからちょっとね、低気圧で頭がちょっとおかしいんですよ。いつもそう、低気圧があるって言ってるぐらいなんですけども、低気圧の日にはいつもショールームが入っているというね。今日皆さん大丈夫でした？無事仕事行けました？皆さん大丈夫。いや今日結構なかなか電車が、飛行機が、タクシーが、新幹線が動かなかったかもしれないんですけども、あ、今日仕事休んだって、有給取った、あ、早起きして行ったっていう方いるよ。働かされました、お疲れ様です。皆さんこんな台風の日も働いてくださいまして、だから今の日本があるんじゃないかなって、私は上から目線ですけれども思っております。本当にありがとうございます。オブリガーズコロッケ食ったって平和やな、みんな今日平和ですね。ありがとう、本当に平和な放送行きたいと思います。それでは、ちょっとですね、今日は皆さんからいただいたお便りを紹介していきたいなと。あ、待って、その前にちょっと今回ショールーム初めて見るよっていう方のためにですね、ショールームの正しい使い方を教えたいなと思います。皆さん、ショールームのね、自分のショールームアイコンの、アイコンでしたっけ、ショールーム、アバター、アバターの上の方にですね、鳥さんの青いツイッターのマークがあると思うんですけども、ツイッターで吉川優がショールームで配信してるよってつぶやいてくれたりとか、ハッシュタグつけていろんなつぶやき方してくださるとですね、鳥さんのアイコンのマークがつくんですけれども、つぶやいたらつぶやいた分だけ吉川もスタッフさんも喜びますし、
そして今1205人の方が見てくださっているんですけども、これが一気にグーンと10人ぐらい増えるので、ぜひ皆さんつぶやいて、もっとたくさんの方に見ていただきたいなと思いますので、ぜひツイッターでつぶやいてみてください。そしてこうやってね、1番から13位まで最前列の方はですね、あのステージに上がれるんですけども、もう前の方に来たい方はコメントをたくさんやって、スペシャルギフトもたくさんの方に、いただいております。ですね、下からミキ&桃子大好きさん、そして沼千代さん、 M さん、クロールさん、コッシーさん、ナベさん、ひなたんベースポチさん、鈴代さん、デイノリヒさん、ジャオジャオさん、サーフさん、ちょっといろいろ今回今日は配信してみたいなと思います。皆さんからいただいたアンケートを早速お読みしたいと思います。それでは食欲の秋ということで、ラジオネーム、ショールームネーム、ハリハリさんからいただきました。ハリハリー、こんばんは。最近カキフライを楽しめる季節になりましたね。キッカとカキフライ、どっちかを選べと言われたらギリキッカです。意味わかんないですね。はい、キッカは秋の食べ物で好きなものはありますか。あー、ハリハリさんはカキフライとキッカだったらギリキッカ、意味が本当わかりません。もっとわかりやすいように日本語で書いてください。よろしくお願いします。そうだな、キッカは秋の食べ物で好きなものはありますか。この間キッカ、秋の食べ物かな、初めて実家から仕送りをしてもらったんですよ。見て、じゃーん、フルーツの仕送り、あの茨城で採れた新米だったり、ぶどうだったり、みかんだったり、桃、りんご、あと梨があったのかな。そう、まあ、梨は秋の食べ物ですもんね。で、キッカ梨がすっごい大好きなので、この夏、あ、この秋のキッカの食べ物、好きな食べ物はやっぱフルーツの梨だと思います。もう梨大好き。いや、いいよね、やっぱ。あとフルーツって言ったら秋の食べ物なんだろう。あ、柿か。あ、柿ね、あのオレンジの方の柿か。あ、柿、あ、そう、柿も入ってた。でもさ、こういうのって多分うちの親御さんの送り方が悪かったのかな。なんかさ、桃もそうだけどさ、なんかぎゅうぎゅう詰めにさ、やっぱ詰め込まれてきたので、やっぱたくさん送ってって言ったから、そしたらさ、開けた瞬間柿傷んでんのね食べれないっつうのだよね。ね、ほんとに、あら、もったいないってコメントにもありますよ。いや、栗とかももう季節ですもんね。栗ご飯とかいいかもしんない。いいな。まあ、ハリハリさん、カキフライを楽しめる季節になりました。キッカとカキフライ、どっちかを選べと言われたらっていう風に来てるんですけども、ここでちょっとアンケートに行きたいなと思います。ハリハリさんのお便りから来ました。キッカとカキフライ、皆さん、カキフライは分かりますよね。カキですよ、果物じゃない方のカキ、あの海鮮の海のホタルの方のカキ、です。はい、キッカと海のホタルっていうか、海のなんて言うんでしたっけ、カキって海の栄養補剤みたいな、あ、海のミルクですよね。はい、キッカとカキフライ、どちらを選びますか。この秋、キッカとカキフライどちらを選びますか。これ投票いきたいと思います。キッカだよーっていう方、1番のボールを投げてください。そしてやっぱ食べ物には勝たないな、海のミルクカキフライだよっていう方は2番、この秋キッカとカキフライどちらを選びますか。お手元にある1番2番のボールを投げてください。それではいきますよ、投票スタート。いや、これさ、ボケた方がいいのかなってコメントにもあったけどさ、いや本気でやって、これ普通にカキフライ入ったら泣くよ、きっか。いきますよ、それでは投票締め切りまで3、2、1、終了。
五分五分。五分五分やんこれ。いや接戦すぎもいいとこじゃないこれ。みんなさ、大きいか。普通に激おこぷんぷん前だよこれ今。本当に全然変わんなくないですか。 0. 何パーとかの世界ですよ。これひどいですね。まあみんなネタでやってくれてるのは嬉しいよ。でこれほぼ本気だったりしてみんな。いやいいよ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 もういいよ。うん、やっぱ食べ物さ世界救うじゃん。海のミルクだし、海のミルクにはかなわないし。きっかいいよいいよ、この秋みんなカキフライ食べてください。はい、それでは続いていきたいと思います。またまた食のアンケート来ました。ひなとんベースポチさんから、食欲の秋です。ダイエットに励むキッカちゃんには耳が痛い話かと思いますが、この季節キッカちゃんが食べたいものやおすすめの食べ物はありますか。来たよ、食欲の秋です。ダイエットに励むキッカちゃんには耳が痛い話かと思いますか。今日改めて思ったよ、今日破けて。ほんと痩せないとって思ったけど、なんだろう、この季節キッカが食べたいものやおすすめの食べ物。キッカさ、最近友達ん家に行って、友達が夜ご飯を作ってくださったんですよ。でちょっとその写真見せるね。ちょっと待って、めっちゃさ、3つぐらい離れてる友達なんだけど、普段料理しない、普段あんまり一人の時は作んないんだけど、友達が来た時は作ってくれるんだって。ちょっとこれ映ります。これ見て、これすごくない？和食和食。これをキッカは食べさせていただいたんですよ。でこういうご飯を食べてキッカ感動して、やっぱりご飯の味とかも美味しいんだけど、この食器とかの高級感、やっぱ食器も大事だなって改めて思ったんですよ。で結果こういうのを見るとすぐ影響されちゃう子だから、今日ねいろいろお店行ってさっき買ってきたの。もうね真似から入るよね。見て見て、おぼーんおぼん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 。で結果今まで食器って言っても普通の白いお皿とか、まあ、透明のお皿とかが買ったんだけど、ちゃんと茶碗と、ご飯のご飯のなんていうの、茶碗、うん、これ見えないでしょ。でもいいや、開けるのめんどくさいから。そう、お味噌汁とご飯用のやつ、あと秋だからナスですよ。ナスかわいいね。なんか今日改めて思った、ナスってかわいいですよ。かわいくない？どう？あ、ナスは嫁に食わすなってことわざある？秋ナスは嫁に食わすなって、なんでだろう、うん、あ、それだけナスはいいものなの？あ、そうなんだ、いいものなんだって。これさ、顔変えたらかわいいよね、絶対。見えないけど、見えるかな。あ、これ食べるんだった、皮むかないから。あ、なんか大丈夫かも。皮の部分着ない。見える、これ顔描いたけど。映るかな。映んないか、映んないよね。いやいや、なんかナスってさ、今も改めてさ、そんなじっくり見ることなんてないじゃないですか、人生で。ナスなんてよく見るとさ、顔みたいだよね。ナスくん髪の毛がある、なんかちびまる子ちゃんとかに出てきそう、登場人物でね。よくない？これいいわな。なんかナスで今日はナス買ったし、キノコも買った野菜炒め。あ、鈴代さん味噌汁、冷やし中華、カルパッチョ。え、お鍋、お鍋多いねやっぱね。え、鍋のさ、あれ持ってないもん、コンロみたいな鍋一式持ってないから。あ、作らず寝るに一票だって。間違いない、そこ。味噌汁多い。麻婆茄子。あー、いいね。天丼、豚汁。味噌鍋。冷やし中華って答えてる人、茄子だからか。あ、キュウリって書いてあるからか。
そっか、きゅうりとささみ油揚げ。正解は、まあ、あの油揚げとこのえのきで、ナスとえのきと油揚げでお味噌汁は作ろうかなって思ってるんですよ。あとはきっかやっぱ和食なのでご飯ものじゃないですか。だから今日はお家に帰って炊き込みご飯に初挑戦してみようかなと思ってます。だからこんなにね、いっぱいねきのこ買ったの。いいでしょいいでしょ。きね、みんなバカにしてたでしょきっかのこと。きっか意外とすごいんだよ、やればできるか。でも作らずに寝るに一票ってあったけど、そこ間違いない。うん、ほらいいよいいよねって、量がすごいって。確かにこれ食べきれるかな。食べなかったらね、あのサランラップで包んでどっかにやればいいんでね。ブログアップしてくださいやって。ブログね、ぜひ皆さん、吉川優、今今日初めて知った方、もし今後の吉川優の料理事情が知りたい方は、アメブロさんの Look at me、 なんだっけ、Look at me わがままボディ吉川優というタイトルでアメブロやっておりますので、ぜひチェックしてください。頑張って寝ずにあげたいなと思っております。いやね、いいでしょ吉川、意外とできる子なんだよ。でも炊き込みご飯って難しそうですよね。そう、でもちょっと頑張って今年の秋は食欲の秋で自分で作ってあのやりたいなと思ってるので、ぜひ皆さん楽しみにしててください。よろしくお願いします。もうね、やっぱいいよこれは。いい、ありがとうございます。それでは続いてアンケートいきたいと思います。ダッチさんからいただきました質問です。今回の新曲3倍衣装ですが、この服、この冬も3倍衣装着るのですか。はい、と来ています。今年の夏にキッカーブラジルで行われた日本の文化を紹介するイベントにアイドル代表で7月ブラジルのサンパウロに行ってきたんですよ。で歌ってきたんですけども、現地の3倍衣装を初めて来て、現地の方と一緒にサンバを踊ったんですよ。でそれがきっかけで日本帰ってきて、今年の夏はアイドルイベントにたくさん出演させていただいたんですけども、まあ、たくさんの方に傷跡をつけていこうということでサンバ衣装を衣装で用意してもらったんですよ。ね、残念ながら今日ちょっとサンバ衣装が、あるあるある、ちょっと待って、サンバ衣装っていうのがね、見ていいかな、ちょっとみんな映ってるけど、キマフレンさんとか映ってるけど、これがキッカなんですけどもはい、これがね三倍衣装なんですよ。これが噂の三倍衣装って言うんですけども、今年の夏この衣装を着てたくさんの方に二度見をされました。まあファンの方はもちろん、出演者さんや出演者のスタッフさん周り全員にですね、二度見三度見をされる二度見アイドルとして今年の夏は頑張ってきましたね。そんなダッチさんから、今回の新曲三倍衣装ですが、この服もこの冬も三倍衣装着るのですか、ということなんですけども、10月の29日に発売するニューシングルの、両演面シングルなんですけど、1曲目の甘いメロディーというちょっと EDM でかっこいい今流れてるこの曲、そう、この曲のメイン衣装がこの三倍衣装なわけなんですよ。そうで、この冬も多分着るんじゃないかなと思われるんですけども、もう10月29発売で、もう多分11月頭ぐらいまではもうメインの衣装なので、ずっとこの衣装着ると思います。でもこの衣装結構インパクト大なので、もしかしたらスタッフさんが冬バージョンの新しい3倍衣装を作るかもという噂も流れておりますので、ぜひ皆さん楽しみにしていただけたらなと思います嘘だよ嘘、今そう、多分ね作りそうな気がする。作んないかな、どうだろうね。でも3倍衣装みんなぜひ見に来て。冬バージョンだからさ、3倍衣装の冬バージョンやっぱり
モコモコとかつけたいよね、ここに。今回三倍賞羽がないだけまだいいけどさ、羽の代わりにもうモコモコとかさいっぱいつけてさ、あったかいですみたいな感じの、せめてあったかくしてほしいです。この冬着るならよろしくお願いします。いや本当にいろんな衣装着てますけども、この三倍賞は今のアイドルのグループの中で一番目立つ衣装なんじゃないかなってキッカは思っております。ぜひね、今後もリリースイベントでこの衣装はメインで着ていくつもりなので、ぜひリリースイベント週末ヒロインでやらせていただきます。ぜひ遊びに来てください、よろしくお願いします。あ、おっぴーサンバ、おっぴーサンバ、はい、っていうアイドルがいるんですけども、おっぴーサンバさんたちも本物の羽つけてすごいねゴージャスなサンバ衣装で踊ったりしてるので、キッカは衣装はライバルだなと思っております。いつかね共演とかしたいですね、頑張ります。それでは続いていきたいと思います。803からいただきました。舞台幸せでなくちゃいけない理由公演決定おめでとうございます。まさか続編があるとは思いませんでしたよ。カーリーのその後どうなっているんだろう、めっちゃ続きが気になります。前回可愛くなくちゃいけない理由も再現されるので、見逃した方もこれを見ればバッチリ続編の展開についていけますね。それとあの客席のすぐ近くで演技がまた見れるのですね。近すぎて見る方は逆に緊張しちゃうんです。キッカはあの四方八方から見られるステージはどうなのかな。キッカ頑張れ、カーリー頑張れ。というわけで、今年の2月かな、まあでも2015年の頭にですね、舞台をさせていただきます幸せでなくちゃいけない理由という舞台なんですけども、4人舞台なんですよ。で前作が可愛くなくちゃいけない理由というタイトルで、4人でやらさせていただいたんですけども、今回も同じメンバーで、公演上演します。そして今回は前作の可愛くなくちゃいけない理由という舞台と、そして続編の幸せでなくちゃいけない理由、その舞台中に2回演じる、ん？前作と後作を一気に上映するというか再演するというか、なので結構長い地方も行かさせていただきますので、すごく4人で4人舞台でセリフもすごい量が多い、すごくね恋のお話なんですけども、カップル役のお話なんですけども、みんな女性の方男性の方舞台中泣いたりする方もたくさんいる、とても心が温まるそんな舞台を今回またやらせていただきます。これこれこれ、あこれは違う、あそうこれ1月の22日から2月の1日ですね。いけない、可愛くなくちゃいけない理由と幸せでなくちゃいけない理由、深作健太さんという、監督さんにまとめさせていただきます。新国立劇場小劇場楽しみ、初台ですよ、初台、すごく素敵な会場で立派な会場なんですよ。またやらさせていただきますんですけど、このね舞台が前回可愛くなくちゃいけない理由ってやった時に、あの803のお便りにもある通りですね、ステージがセンターステージって言って、もういつもの舞台ってなんか普通にここに立ってて、普通にあとは客席みたいな感じが普通舞台はそうなんですけども、センターステージでこういうね、こういうここにうちらが4人がもうなんかバカアホとか、アホは言いませんけどとか言い合って、ここにね客席があるので、またネタバレになるから言えないけど、なんかもしかしたらこういうとこからいきなり登場して入ってきたりとかね、こういうとこでまさか座ってたりとか、そういう近くで見れる四方八方見られてるの、360度ずーっと見られてて気が抜けない舞台です。メンバーもそして見てる方も気が抜けない、でも感動する素敵な舞台なので、ぜひ皆さん見てください。1月の22から始まります。そして舞台といえば、その前にはですね、キッカは
元モーニング娘。の新垣梨沙さんの主演のくるくるとシトシットという舞台にも、出演させていただいておきます。12月3日から11日東池袋のアウルスポットにて行われる舞台に出演させていただくんですけども、これが12月3日から始まって終わったらすぐ1月22日からまた舞台なので、多分結果11月の頭からずっと舞台尽くし、稽古尽くしになるんじゃないかなと思っております。まあぜひ舞台の吉川優も、見に来ていただけたらなと思います。もちろんね、舞台だけじゃなくて合間合間にはライブとかイベントとかたくさんやっていこうと思っておりますので、歌だけじゃない演技の吉川優もぜひ見に来てください。よろしくお願いします。舞台かちょっと緊張するな、吉川。なんかセリフの量がやっぱ大変なんですよ、覚えるの。でもちょっと久しぶりの舞台なので、前回いつだろう、ミュージカル屋根の上のバイオリン弾きって市村正親さん主演の歴史あるミュージカルに茶葉役で出演させていただいたんですけども、ちょっとそれ以来の1年ぶりぐらいかな、1年、もっと1年半ぶりぐらいのちょっと舞台お芝居なので、ちょっと頑張りたいなと思います。ひこにゃんさん、適当に頑張れだって無理ですよひこにゃんさん、吉川優こういうのちゃんとやらないと。もうさ、歌詞もなかなか自分の歌詞覚えられなくて、舞台中飛ばすのに、もう舞台のセリフ飛ばしたらいろんな人に迷惑かかるわけじゃないですか。もうね、吉川はちゃんとやりますよ、ちゃんとやらないと多分追放されちゃうから頑張ります。いや、ちゃんと頑張ります。うん、歌詞はね一人だけなんで、まあ迷惑かかるのは自分だけじゃないですか、まあ自分以外にもかかるんですけども、ちょっと舞台はさすがに他の役者さんたちがたくさんいるので、ちゃんと頑張りたいと思います。糖分取ってね、舞台は太りますから皆さん。でもおやつがいっぱい、美味しいおやつがいっぱいね差し入れてくるので、ほんとだから12月から2月の間は保存、なんていうの、なんていうんですか、蓄える時期、冬眠時期なんで、ぜひね、まん丸とした。あれ、舞台中のショールームって結果どうなるんですか、続行できる時は。だって結構稽古って朝から夜までっていう、それを毎日毎日やるんですよ、稽古って普通。だからちょっとできないかもしれないですね。あ、じゃあもう来年は吉川優のショールーム1年ぐらいお休みですね。本当申し訳ない。嘘だよ嘘だよ嘘つきっかだからもう稽古場からやるのいいね。そう、ショールームさんってもうネットがつながってればもうここ以外でもできるの。だってこの間吉川、さっきも言ったブラジルで今同じメンバーのザ・ポシブルのモロリンがやっているショールームにブラジルと日本でちょっと出演出たことがあるから、どこでもできるんですよね。すごいよね。ちょっとやるわ。あ、もう10時以降でもいいよだって。いやー、ほんとやりますよ。もうほんと吉川優頑張りますから、皆さん見てください。今日もたくさんの方見てくれてる、2578人、嬉しい。ちょっと V 字回復じゃないですか。最近ね、最初ショールーム始めた頃は2500人ぐらいで、そっからまあ1000人以下の時もあれば1000何人っていうのが一回ズドンと下がったんですけども、ちょっと今日やっぱ台風もあって皆さんお家にいらっしゃるのかわかんないですけども、 V 字ですね。こういうことを V 字回復って言うんですよね。ありがとうございます、嬉しいです。今日はね、料理をねする母性ある吉川が見れたりとかね、最初はどうも茨城のレディーガガですっていう滑りから始まったり、あとセクシー吉川がね見れたりと、もう皆さん貴重ですよ。ありがとうございます。今度直してくるからちゃんと。
あ、今財布広がっちゃってるよね、ほんとこれ。どうやったらここに穴が開くのって感じ。相当ここに肉があるんでしょうね。いやーほんと肉肉しくてごめんなさい。ありがとうございます。ほんとに盛りだくさんですね今日は。ありがとう。あ、スペシャルギフトもまた増えてます。竹春さん、りょうさん、猫がスキーさん、小次郎さん、そしてシュルウェルさん、はい、え、そしてメグコーさん、ナベさん、ありがとうございます。また増えてます。サフさん、ありがとうございます。嬉しいね、スペシャルギフトたくさんですよ。ありがとうね、みんな今日は盛りだくさんだから。いやね、本当にみんな、あのステージに星とか、あとタワーとか投げていいんですよ。全然ね、あの投げるのは簡単なんですけど、あとは勇気だけなんですよ。本当にそれね、大変ですね人間って。いいですよ、今日はお祝い事じゃない日なんでね。お祝い事がある日はもうぜひね、そこの心のボタンをぜひ、新曲の発売日とかね、ぜひ東京タワー100本ぐらいみたいな、パンパンパーンってね、うん、ありがとうございます。肩が痛いので投げれない。関係ないやろ、指先や。指先やで、ね、ボタンの出すの。タワー無理、いいよ、キッカーは要求しませんから。いやでも新曲のね、大事な日にはやっていただけたら嬉しいです。あ、カズさん、初見ですだって。嬉しいね、今日は多分初めて見てくださる方もたくさんいると思うんです。本当にありがとうございます。それではですね、続いていきたいと思います。ラストメッセージ、まあ、このショールーム、キッカーユーのショールームで配信して3日始めてからですね、ひなたんぺスポツさんという方が、毎回毎回お便りでキッカーを、なんだっけ、キッカちゃんを絶対に笑わせますというタイトルでですね、ギャグをパート1からいつもいつもショールームがあるたびに送ってきてくださるんですよ。で、1回目から始まりまして、ひなたんべスポッチさん、これなかなか読む機会がね、笑わせますって書いてあるんですけども、なかなか笑えないのが多いので、なかなかお便りでも読む機会がそうそうなかったんですよ。でもめげずですね、ひなたんべスポッチさんはパート1から始まって、今日はきっかちゃんを絶対に笑わせます、台風を吹き飛ばしたパート41ということで、41通めげずに、ギャグを送ってきてくれました。これはね、キッカ笑わせコーナーとして、ひなたんべスポッチさんは滑りの王として君臨しております。今日はね、久々に、まあ、台風を吹き飛ばしたパート41、ひなたんべスポッチさんのギャグを読みたいなと思います。皆さんぜひ滑ってください。失笑でもいいですよ。いきます。一つ目、寒い日におじいさんが眠れなくて羊を数えました。一匹二匹桃引きね。はい、続いていきたいと思います。みんな点々点ってなってるよね。もう面白かったら笑っていいんだよ。うん、まあもうここは本当に、俺お辞儀とかな、お辞儀っていうかお世辞とかなしで、普通に面白くなかったら普通にコメントもしなくていいし、うん、結果はみんながコメントしない真っ白な状態を見たい。いきますよ、続いて、はい、いきます。ピッチャーがマウンドで紅茶を飲み出しました。監督が怒って一言、ピッチャー紅茶い。はい、まだまだ続いております。やばいです、面白すぎです、自分のギャグに酔いました。ひなたんべスポチさん、本当に豊かな人ですね。ありがとうございます。そんなひなたんべスポチさんのファンさんからも来ています。すごいですね、もうひなたんべスポチさんのファンがついてるってことですよ。すごいですね。あ、もう八丸さんなんて寝るかって来てますよ。あの、もう存分寝てください。ひなたんべスポチさんのファンさんからいただきました。おこです、激おこぷんぷん丸です。最近ひなたんさんの爆笑ギャグコーナーがないです。あれがないとキッカのショールームが半減です。半減マジか。うん、大丈夫、いっぱい今日来てますよ。今週はぜひ読んでください。
報復絶倒間違いなしです。大丈夫ですよ、ひなたんべつぽちさんのファンさん。今日はちゃんと読みました。相変わらずの失笑で終わりました。ひなたんべつぽちさんもめげずにパート100まで目指して頑張って送ってきてください。もっと面白いの期待しております。ありがとう。いやー、ほんとに、なんか、ね。なんかね、ほんとね。自演だっすけ自演じゃないよ、自演じゃないよ、自演じゃない。みんな助け合っていこう、仲間なんだから。それではもう少しで吉川優のショールームの配信してみか、もう終わりの時間なので、ちょっと、あ、もう3000人超えるよ。今日やっぱ雨の日ってすごいね。もう毎週雨降らそう。あ、 V 字回復です。 V 字回復ありがとうございます。これ今から告知、ここ告知はこの3000人の方が見てくださるっていうことなので、ね、ここは大切にいきたいと思います。でも、ちょっと読むとね、結構手間かかっちゃうんで、スクリーンショットという最新の技を作っていきたいと思います。はい、スクショタイム。どっかとどっかを押せばスクショできますので、ぜひこれでスクショして、吉川優のイベントを遊びに来てください。細かすぎるでしょ？たくさんあるんだよね。そう。一個一個さ言ってくとさ時間もかかるしさ噛むしさ伝わんないからさ。はい、いいですか。負けん気チーム、負けん気でもライブあります。それではまだまだありますよ。次も細かいから見てて。はい、スクショタイム。はーい、もうね、また神戸とかにも名古屋とかにもリリースイベントでお邪魔させていただきますので、仙台にも行くよ。ライブやって、リリースイベントやって、はい、これぜひ皆さん遊びに来てください。11月2日まで、もう稽古直前ですね。稽古直前まで、キッカー動いております。そしてここからは大事。今流れている、この新曲、今流れているのは、甘いメロディーという、この3倍賞で、歌って踊っている曲なんですけども、今回3パターンジャケットがあります。初回限定版 A、B、 そして通常版の3パターンです。ミュージックビデオも近々公開できればいいなと思っておりますので、ぜひ楽しみにしててください。リリースイベントたくさんあります。皆さんお待ちしております。そうよそうよ、もう最近もういろんなとこで歌うようになった。そして今週末はチーム負けん気というザ・ポッシボ、そしてアップアップガールズ、そして吉川優の3組で作ったチーム負けん気というグループがですね、ファーストライブハウスツアーマジ勝ちますを開催しております。もう先々週ぐらいに名古屋が終わりましてですね、残すは東京、大阪、仙台、あと3カ所でライブがあります。ぜひお近くの方遊びに来てください。よろしくお願いします。いや、3000超えた。あ、おめでとう。ありがとうございます。初だね、3000。3000超えたからみんななんかお祝いして。はい、じゃあそうだな、3000人超えたから最後はさっきやったキッカの笑わせますのギャグでちょっと今日は締めたいなと思っております。本当に今日は皆さん最後までお付き合いいただきありがとうございました。今日はね、ちょっと低気圧のせいでいろいろなんかね、変なこと言ったりとかごちゃごちゃになっちゃったりはしてるんですけども、普段はすごく頭のいい子で、本当にしっかりしてる子なので、ぜひね、勘違いしないでいただきたいなと思っております。そして今日はランキング1位の M さん、2位の80さん、3位猫がスキーさん、1位2位3位金銀銅メダルを差し上げたいなと思います。おめでとう。ありがとう、ほんと。いやー、この後はですね、吉川優、これとこれと、そしてこの食材たちをこの後買って、料理に励みたいなと思います。それでは皆さん、吉川優の Look at me わがままボディアメブロぜひ見てください。料理の写真、多分寝ずに作る